名前が。じゃん！ハモリ我慢ゲーム！何これ、知らないでしょ。これやってみてって言われて。何？ちょっとゆかちゃんに一回やってもらおうと思いまして、これがバナナマン。あー、あー、見たことある。なんか YouTube に載ってるのよ、できるような曲がないと。そうなんだ。で、まあ、ルカちゃんができる曲が1曲ありまして、1曲あったんですよ。歌ってましたね、はあ、YouTube に上げてたこともあります。あ、そうですか。タイトルがタイミング。あーあ、歌ってますよね。あ、歌ってました、はい。後ろ見てる時、あ歌ってる曲、あれやんはいはいはい、歌ってました。じゃあこれをやってもらおうということで、わ、うん、かりますか、あれが。自分は普通に歌わなきゃいけないんだよね。そうです、そうです。もうこれに効果面があるんですけれども、あのイヤホンで聴いて、うん、こっから途中からハモリが入ってくるので、つられずに最後だってイヤホンは自分の声聞こえないんでしょ。そうなんです、むずで、しかもハモリめっちゃ入ってくるんでしょ。そうそうそう、結構盛大なハモリ自分も信じて最後に歌いきれるかという検証を今日していきたいと思います、はい。じゃあちょっとまずこれ、でもこれはやりきらないとね。私たちはなんて、その道のプロです、はい、プロです、はい、シンガーソングライターですね、はい。聞き取れなかったらやばい。どんなハモリ入ってくるんだろう。恐ろしいな。それでは、最初は、ガイドメロがいる。そうそうです、はいはい。自分を信じて。はい、信じます。大きい声でこちらで。大きい声でこちらで。声は拾いますんで。はい。じゃあ、行きたいと思います。はい。タイミング。ブラック。ビスケッツ。おー。はい、じゃあみんなが歌詞の音で。おー。うわ、いる、いっぱいいる。そこ向かれたり、なんでなんでなんで、どんなにいいことだって間が悪いとね、カチンと来たりで、それがなぜか君が喋り出すと嫌なムードすっかり変えてしまうから、タイミング僕の心を頼まする、なんて不思議な力。絶対違う。はい、ちょっと待って、分かんない。あのね、キー上がった、あのね、転調するとこで消えんのよこれむずすぎる最初ちょっとずれたけど、上がって合ってんのかなって。そう、でも絶対違うキーなんか違うキーのまんま歌い続けてたで、見て、一回やってみて。じゃあ私、知ってるこちらで。あー、転調しないじゃん。転調しないですこれ前やった時はできたんです。だから、ちょっと期待しないでください。じゃあできますね。期待はしないでください。それでは始まりますよ。いいですか、準備は。後ろ目です。すごい後ろ目です。
鬼声や仕草や全てをおかしいでしょう。そう言って笑ってよ。別れているのにあなたのことばかり。いいじゃないですか。ありました。はい。え、待って。タイミングやってるけど。タイミング転調するときに。タイミングはいつしかわかんないんです。え、転調するんですか？それがなぜか、君が喋り出すと、嫌なムードすっかり消えてしまうから、外から聞いてるとメロディーっぽくなってんだけど、確かにさっきもそうだった。本当でもこれで合わせるとめっちゃ変なの。普通の曲ない。普通の曲、数曲なんですけど、ここの公式に載ってるんですね。皆さんもやってみてください。花見好きですよ。最後のトライです。いきます。はい。信じて、自分を信じて、自分を信じて。空を押し上げて手を伸ばす君、5月のこと、水際まで来てほしい。つぼみをあげよう。庭の花水木。はい。